じゃあ浴衣のところで浴衣のお姉さんのところで行きます。サンキュー、サンキューです、ありがとうございます。サンキューです、おはようございます。いただきチャンネルがいものでございます。ということで本日はやってまいりました、ウエスタンの浦安柳通り店さんということで39番ということで、バルベリブからクリスアガストラブル制あたりだったらいけんじゃないですか。まあ、ちょっとその辺狙いでいつものルートで歩いていこうかなというふうに思うんですけど、ここ最近ようやく勝てるようになってきたんですが、100枚とか300枚とかそんな勝ちしかできておりません。ただ負けるよりも圧倒的にいいんだ、いい流れが来てるかなというふうに思っている次第でございます。まあこの番号であればもう得意な機種にとりあえず突っ込んでみて、もうその台から動けないという気持ちでやっていきたいなというふうに思いますんで、今月まだ33万4000、33万9000負けてますんで、なんとか取り返せればと思います。頑張っていきましょう。本日も一日よろしくお願いします。再生列、おはようございます、おはようございます、お願いしま す, しますありがとうございます。はい、どうもカラクリ開いてる、でもバレブレブ開いてそう、開いてそうじゃない、バレブレブ開いてそうじゃない、あ、え、あ、開いてる、開いてる。よし、それではそれでは本日もやっちゃいましょうか、バレブレイブってやつを。全割かと思いきや内角1台空いておりました。ただ昨日8800枚入れておりまして、次の日はちょっと座りづらいというところでしょうか。やっていきましょう。惜しい、音でかい。さあとりあえず一旦ねミミズを回避しつつ戦っていきたいなと思います。カラクリサーカスも空いてたんで、はい、割と余裕あったんですけど、もし両方ともダメだったら俺今日シンフォギアどうかなと思ってました。まだ打ったことなくて、かつ順蔵もある程度あって、でハマればめちゃめちゃ強い、やっぱトライはしてみたいんじゃないですか。まあこのタイミングで一発いってもいいのかなと思ったんですが、バルブレバー入ってたんで全て解決でございます。おいけるね、188ゲーム200ゾーン大ゾーン7000です、頑張れ。強盗したぞ、強盗したぞ、激アツ激アツ、え大丈夫、よし飯は大丈夫、よし助かり、あー残念、ダッシュまで行けたら最高なんだけど、まず一発、バカー、やるやるやる、危なかったね、危うく俺はお肉のせいにするのがあって、危うかったマジで完全に危うかった。よし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 、ナイスだね、ナイスだね。さあこのまま駆け抜けよう、スーパーまでいざ尋常に勝負、よし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 、まず一発、勢いでいくぜ、
おっと、いいよ、とてもいいよ。いやー、熱っ。いや、滑った。チャンス目のみ。ダメか。あ、暑かったな今の。負けんな、気持ち切り替えろ。なんでやねスイカをさ、あと2ゲーム後に引ければさ、当たってたのに。行き止まりでした。よー、ここで前兆なし。前兆じゃねえや、演出なし。66ゲーム。引き戻しするか。正直ないと思った。あるもんだね。飛べ岡田。ない、やったー。これはクソうめえわ。まだ飛ばないよね、さすがに。さあ、こっからよ。しっかりと、しっかりと。まあこれでもうミミズもないんで、てかラッシュで引き戻してる時点でね、この体はミミズではございません。え、そんなわけないって。え、俺全然安心してた今。6 いえいえ、プラス1だけど、保証。嘘だよ嘘だよ、今すごいテンション上がったのに。この回終わりたくない、終わりたくない、マジで助けて助けて。66ゲームエッサリお願い。名前わかんないけど、このメガネの子。悲しいよ俺は。はい、では2枚目いきましょう。はい、ということで685ゲーム1000マリエ。絶対に刺さる。出てる、ダメ。さすがにね、マリエですから。オッケー、よし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 。お、この煽りはいい。いや、いいんじゃない。おーし、あったあーたたたたた。もうあと1回、あと1回。よし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 、めっちゃ取れたな、ほんと。うまっうまっ。はい、ということで私は、なんとかラストに入りましたんで、頑張りましょう。まあ、さっき6ラウンド終わってっからね、スーパーに入れば20連はするわ。昨日もさ、隣の人がさ、スーパー5回ぐらい入れててさ、なんで俺は1日に1回か2回しか入んないんでしょうねマジで圧倒的な力の差を見せつけられた。まあ1日に5回とか入る日はね、さすがにそんなに負けないからね。そうならないから負けちゃうんだよね。まあでも最近ちょっとやっぱ継続が下手くそなんで、そこをちょっとね、やっぱ原点に帰ってしっかりと継続させていきたい。まずスーパー、まずスーパー。
うん、まあそういうこともあるよね。大体そうだから俺1000ハマってん。今日そういう日？まだ55ゲーム。ただいま。なるほどなるほど、助かりますね。とても助かるけど普通に続いてくれてもいいよ。生かすしかない。ここなんでやねん。引き漏らした意味よ。継続ダメ。さすがに引き漏らさんよな。さあこれで、ブーストに突入しましたね。第一停止中かな。66ゲーム。ないないよね。そんな簡単に引き戻さないから。残念でした。残念賞3枚目4枚目あ、はい、ということで、ああくそー、6枚目168ゲーム200ゾーン先57000。助けられます。ドイゾロイ。よし、頑張ろう。確定。いい加減にスーパー入れようぜ。さあ頼むぞ。むずい。バルブレイブむずいね。これが多分66ゲームなんですよね。まあないけど。あ、まだだった。じゃあここ。まあないんだけど。
助からない。7枚目8枚目出られねえなあ。くそ。9枚目。マジきつい。ムカつく。10枚目。無理だ。あるんかい。めちゃめちゃ弱かったけど。96,000。ああやった。やったー。革命だ。今日の一枚これまであるわ。何も写真撮ってねえよ。初めて写真撮ったまであるよ。今日この後俺予定がありまして、これラストかもしれないですね。やーばいって。全然撮れてないって。ベール、もうこの時点でもうマリエ頼み、マリエ覚醒頼みでしょ。こんなん菅にマリエ否定かな。これでお、マリエ確定した。マリエ確定した。え、さあ、マジでマジでこれを生かさないと。1000ぐらい乗るっしょ、余裕で。だってこちら96,000入れてんだもん。約10万やぞ。もうすぐ分岐でいいから、今すぐに分岐でいいよね。残り6ゲームとかで分岐しねえから。よし、分岐900いっちゃおう。頼むぜー、頼むぜー。惜しい。ああ惜しい。いや無理じゃないそれは。さすがにそれは無理じゃない。96,000入れてるんだよ。だってえっ、1ゲーム前に引けよ。バカなの。何してんの本当に。意味わからん。マリア覚醒マジ飲みっくね。マジでマリア覚醒ってさ、マジ伸びんくない？伸びたことねえんだけど、マリア覚醒から。本当にマジで、これはそういう台だね。もう、これはもうそういう台だよ。もう、やっぱ朝一のあのスーパーでね、ビューリー切らなかったらダメだったやつだな、本当に。朝に戻りたい。もう一回レバーやり直させてほしい。あのスーパーの。もう一個あった。お願い。もう一ゲームあった。強中でプン。ない。やめ。ということで店内状況見えます。なんか盛り上がってそうな雰囲気あるな。めっちゃ揉めてる。天然でしょ。これが4200万円。
カバネリは2000枚オーバーで揉めてるやつ。このそば2000枚、中はグラフいいね。このバンズロエグ4800枚、まんま入れてる。これは乙女ですね。でこっちも3300枚、北斗2800枚、まあちょうど4000枚ぐらいか、4000枚ちょっと、1800枚。ハザ当たりも取れてるね。この角角に角4のハザ当たりエグいわ、19回。でこれが今無双転中で2300枚ぐらい、2400枚か。ドキドキブロック5箱目、これが2700で、隣が3000。小島はちょっと設定ありそうだな。3400プラマイとで、これ3400、2500枚ぐらいプラスだね。北斗無双が5500枚で、これもずっとプラス益で2300枚。トラブルちゃんは真ん中が3000枚出てると、と内角が4000枚出てから行かれたと。せいやめっちゃグラフ綺麗だね。こんなせいやあるんだ。3500で、これも3400で、隣がすごいですね。6000で2700、5800、シンフォギア3900、もうこれも今2000枚ぐらいでなんか行きそうな感じはするね。でこれが今4000枚オーバーの2つ当たってるんですけど、何枚入れてんだろう。おこれすごいじゃん、6900。からくりは2900プラスだね。でこれはようやく1000枚超えて運命の一撃だね。で3800で、これが3000、おおすごい、9000、あれ全部プラスだなで5200。いやからくりちょっと良さそうだね今日めちゃめちゃ。これも今2000枚入れて運命の一撃確定させるね。バンゼロこれが2400枚、4900枚で、これが6600、5500、溜まれてるな。でバルブレイブはこれが俺が打ってた台で、隣も結構地獄で、で隣の隣ミミズなんですけど、それ以外がマジですごいです。6300、これ27連で6300なんで、めっちゃドライブ飛んでます。でこれも32連で6100、はい、めちゃめちゃドライブ飛んでます。でこれが5200枚で、これが今4000枚オーバーか、4700、30連で4700だね。まあまあドライブ飛んでるんですよ。で3台、ミミズで、それ以外全部出てます。お疲れ様でございました。ということで本日は、千葉県にございますウエスさんの浦安柳通り店さんでの収録ということで、たまにあるんですよね、なんか本当にどうしようもないバルブレイブってやつが。それに今日当たってしまいましたね。まあラッシュ取れなかったんで、うん、まあそれは無理だよねって話です。でっていうか朝一スーパー入って、それが6連で終わっちまったんで、あそこで有利切れてるもなって話だったんですけど、うん、本当にあの時に戻れるんだったらもう一度レバーを叩き直したいなという感じでございます。まあこれで、今日投資が、9万5000ですか、あ9万6000だ、9万6000、開始が310枚ですかね、いうところでもうゴミほど負けたんで、まあこれで今月マイナス40万突破いたしました。ちょっとやれない日が続きすぎててね、ちょっと元気が出ないんですけど、はい、だから無理やりちょっと元気をね、出して最近頑張ろうとしてるんですけど、全部スカしてるんで余計空回りな感じがして、さらに深みにはまってる感じがします。それでもやり続けるしかないんで、毎日収録なんで引き続き頑張っていきましょう。はい、一発出れば多分流れ変わるんで、それを耐えるのみ、まあ得意なんでそれは、はい、頑張りましょう。ということで引き続きいただきちゃんの収録スケジュール載せておきますので、ぜひ近くのお店ございましたら遊びに来ていただけたら幸いです。お疲れでした。またチャンネル登録とか高評価まだしてない方はぜひお願いします。また次の動画でお会いしましょう。お疲れでした。